はい、どうも大成です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はなんとね、こちら薄いデニムを春先なので使いたいなと思って、まあ春先に向けて結構デニムってみんな気になってるかなと思うところと、デニムってやっぱりこう着こなすのって意外と難しかったりするじゃないですか。なんか特にこういう薄めのライトインディゴとか、まあ、アイスウォッシュのデニムってなんかちょっとこうやぼったくなりすぎるなとか、カジュアルすぎるというか、なんかそれを綺麗に着こなすのはどうしてやったらいいのかとかって僕も昔めちゃくちゃ悩んでた時期があって、それこそずっと避けてきてたんですよ。あんまり薄いデニムってカジュアルすぎるから着なかったんですけど、この、春夏とか秋冬に向けて薄めのデニムってすっごい今流行りますし、ベースが結構綺麗なデニムだと薄いデニム履いてもすごいやんちゃっぽくもならないし、やぼったくもならないんですけど、まあ合わせ方次第で本当に振り幅が広いアイテムなんですよね、このアイスウォッシュのデニムって。合わせ方さえ理解できればなんか白パンと同じぐらいの感覚で何とでもこうセットに挟めるようになったりとか、旬な色味なのかなって思ったりとか、それこそやっぱりそのリバイバルですよね。本当80年代90年代とかに写真とか見返していただくと、割と2000年代とかもこういうデニム履いてる方すっごい多かったと思うんですよ。なので、まあ、そういったところでアイスウォッシュのデニムは春先っていうのもありますし、まあ、今後1本持っておくとおすすめなので、そういった点で今日はデニムの着こなしをやっていきたいと思います。なかなか喋ってもあれなので、早速コーディネートの方に行ってみましょう。はっまず一つ目のコーデが、スウェット、ですね。スウェット×アイスウォッシュのデニムっていうところで、ベース、トップスは、ミントグリーンの、スウェットを合わせております。ミントグリーンのスウェットの下にアイスウォッシュっていう、この薄い色×薄い色っていうのが、まあ、ペールトーン×ペールトーンみたいな感じなんですけど、これはどちらかというと春だから許されるみたいな色味の合わせ方でございます。春先だからこそこういう薄めの色を合わせるのってすごいね、新鮮です。なぜ新鮮かというと、秋冬に暗い色ばかり着てるからっていうところで、どうしても寒くなると暗い色を着がちです、日本人は特に。なので、まあ、黒いアウター着たりとか、やっぱり黒いアウターの方が着回し力もあったりとか、一番最初に買うものってどうしても黒だったりとか、黒がやっぱこう落ち着いたりするってところもあって、皆さんこうダークネイビーブラックとかが多いと思うんですけど、その反発から、必ずこういったちょっと薄めのアイテムを着たくなります。春らしいと言われるような、ちょっと色味ですね。個人的にもすごい気に入っていて、このシュタインのロングスリーブのスウェットがすごいいいアクセントになっているっていうところと、足元に、白スニーカーを持ってきてるってところで、まあ、全体的に淡いトーンでまとめているんですが、レザーのバッグ持ったりとか、レザーのベルトしたりとか、あとはアクセサリー少し、入れたりとか、そういったところでやぼったさを消してます。これ例えばなんですけど、失敗するパターンで言うと、スウェットにこういった類のデニムの色にチェックシャツとかスウェットを合わせちゃうと、ちょっと実はやぼったすぎてオタクっぽくなっちゃう、ナードっぽくなっちゃう時もあるので、まあ、そこはシルバーアクセサリーだったりとか、ちょっとこう綺麗なラグジュアリーなアイテムを持ってきたりすることで、まとまりが良くなったりとか、やぼったく見えないっていうところを防げているので、必ずこういった小物使い、こういう合わせ方大事なので取り入れてみてください。そうで、次なんですけど、さっきのコーディネートの提案として、まあ、もう少し足すとしたらジャケットですね。黒のジャケットを足してあげてください。黒のジャケットを足してあげるだけで浮き締め効果があるので、さっきまでぼやっとしてたものをもう少しだけ締めさせたいって場合はジャケットを入れてあげるといいかなと思ってます。プラスこれブーツに変えてます。ジャケットとブーツを変えたって感じですね。はい、次こちらでございます。アイスウォッシュのデニムに赤色のキーネックのプローバニットを入れております。で、白 T キャップっていう感じで、小物は全部ブラックで統一ですね、やっぱり。で、レザーのジャケットとデニムってすごい今まで僕男臭いなと思ってあんまりやってこなかったんですけど、今すっごい新鮮だなって個人的には思います。秋冬はね、これリジットのデニムで合わすと思うんですけど、春先はこういった薄いデニムを合わせてあげるのが、レザーのアイテムが重たく見えないっていう点でおすすめでございます。
これでレジットのパンツを合わせてしまうと、まあ、ちょっと重たいから秋冬をそのまま引っ張ってきてるなっていう印象になっちゃうので、少し軽くさせる上で、まあ、こういった薄めのデニムがいいと思います。もしねリジットのパンツで合わせたいって場合だと、インナーをもう少し淡い色にしてあげてください。さっきの着てたミントグリーンかオレンジのスウェットとか黄色とか春らしいものを入れてあげると、またより新鮮な雰囲気になって、おすすめかなと思います。なんですが、春先はこういった薄めのジーンズの方がおすすめなので、ぜひ薄めのジーンズ取り入れてほしいなと思います。はい、次行きましょう。はい、次こちらでございます。パンツはキープしながらホワイトのアイテムを差し込んで、一気にこう春らしく軽い印象にしております。白のバブアを差し込む、コーディネートなんですけども、一見バブアってどうしてもカーキとかのイメージが強いんですけど、これは実は URBS の別注のアイテムで、多分ね世界に20着ぐらいしかないこの白っていうバブアの白ってすごい珍しいじゃないですか。まあこういったハンティング系のジャケットを白で展開するってところが個人的には面白くて購入したんですけど、もともと僕あのバブアを買ってみたかったんですけど、何回か試しに買ったんですが、どうしてもカーキとかはやぼったくなって、僕の年齢が追いついてないってなって、で30代ぐらいになったら改めてもう一回バブア買い直そうかなと思うんですけど、まあ、まずこのホワイトのバブアは少しモード感もあって新鮮だったのと、白のバブアってこうあんまりこう見ない見かけないってところがあったので、まあ、こういった、アイテムを購入して差し込んでるんですけど、まあ、こういったホワイトのカラーリングもすっごい相性いいんですよね。そういった点でホワイト系のアウターを合わせてほしいなと思ってます。でホワイト系のアウターって一気にこう軽く見えます。白シャツと一緒ですね。本当にクリーンな印象だったりとか爽やかな印象だったりとか軽さを演出してくれるので、春のコーディネートにはあのうってつけなんじゃないかなと思ってます。はい、次こちらでございます。ブランボイエムのショートトレンチジャケットとライトインディングを合わせてアクセントにオレンジを差し込んでおります。でまだ、まあ、言うて、1月2月寒いです。マフラー使っても全然いいかなと思います。春先なんですけどマフラー使いましょう。秋口もマフラー使うように春も使いましょうということで、ちょっとしたアクセントにもなりますし、ストール使いできるかなと思うので、首元に1点、巻いてあげるだけで印象がだいぶ変わってくるかなと思います。ベージュと相性いいですね。本当に一気にカジュアルに吹っ切れるんですけど、この場合スニーカーというよりかはちょっとブーツとかサイドカーのアイテムで遊んであげたりとかしてもいいですし、ちょっと綺麗な革靴プレントゥーンとか入れてもいいかなと思います。はい、じゃあどんどん行こう、どんどん行こう、ガネバ大成チャンネル。次のコーデがもうこれ大好き、めっちゃ好き、超好き、カーディガンですね。ブルーのカーディガンとブルーのパンツを合わせるっていう、このマテリアルでちょっとこう雰囲気を変える、ニットとコットンみたいなところで素材感がね違うので、色が似ててもすごい可愛いんですよ。まあ、ちょっとドラえもんって言われたらドラえもんなんですけど、まあそういうドラえもんコーデも可愛いと思ってて、いやこれ結構好きですね。僕こういうの春にしたいなと思います。ぜひカーディガンデニムやってほしいですね。まあサブレのカーディガン持ってる方はサブレのカーディガンで合わせてほしいですし、まあそれ以外のカーディガンもお持ちの方も違うカーディガンで合わせてもいいかなと思います。はい、あとは細身のテーパードを使ってるんですけど、いやこれもジャケットとデニムスタイルなんですけど、さっきは違ったのがタートルネックだったと思うんですけど、あえてこれシャツを入れてます。スタンドカラーのシャツ入れていて、レギュラーのカラーだと結構硬くなりすぎるかなと思ってあえてスタンドカラー選んでるって感じですね。メガネの癖はほっといてくださいメガネの癖は強いです。なんで頭に2個つけてんの、大丈夫かな。はい、あえてこうテーパード、緩めのテーパード合わせるのもいいですね。こういった寒色系のトーンでまとめてジャケットとか差し込むのもいいかなと思うので、ぜひともやってみてください。あ、これは斬新なレイヤードですね。ジャケットの上からオーバーサイズのカーディガンを着るっていう、ちょっとこう遊び心を聞いた、コーディネートもやってみてます。これはちょっとおまけとして使ってみてください。はい、ということでつらつらとデニムをお話ししたんですけど、春先本当にデニムが楽しめる時期だと思いますし、もうトレンドできれいめデニムっていうワードが上がってるぐらい今デニムが押されています。スラックスがここ本当に 3,4 年間ぐらいね、もっとかな、5年ぐらいはやっぱりスラックスブーム続いたかなと思っていて、
いきなりじゃあスラックスのブームがなくなるかって言われたらそれは違うんですけど、スラックスからちょっと目新しさを出すって上でデニムにどんどんフォーカスされてるのかなと思うので、ぜひねデニムスタイルってところも、やってみてください。でも一つだけポイントとして、デニムってカジュアルに振りすぎると本当に一気に子供っぽくなるので、そこのバランスを整えながらぜひともやってみてください。チャレンジしてほしいですし、僕はどっちかというとデニム、スウェットみたいな可愛いスタイリングがちょっと自分の顔も幼いのでできなくて、どちらかというと綺麗めに振っちゃうんですけど、絶対そういう悩みを抱えてる方は絶対いると思うので、できるだけデニムでカジュアルを入れておけば、あとは上は綺麗なものでまとめるっていうところで、ちゃんと強弱つけながらコーディネートを楽しんでいただければなと思っております。はい、ということで、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと忘れてた、このデニムなんですけど、これ実はファブレーションズのデニムを使っております。で、2月の5日からデニムリジットのものとこのリミテッドのワンウォッシュのものの受注と販売が始まるので、ぜひそちらも受注してみてください。ウェブサイトの方も詳細上がってたりとか、あとインスタの方にも詳細上がってるので、よかったらそちらも目を通していただければなと思います。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では、てっせいでした。バイバイ。